ではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはバルセロナ、ロナルド、セルチェンコ、ケニー・アンテソン、ジダン、ベッキャム、リバルド、カンナバーロ、ロベウト・カウロス、スタン、チュトル、シュナイケル、続いてローマ、マウケジャーニ、ミナイロビッチ、ネスティ、ファバーリ、パヌカール、アウメイダ、セリオ・コンメイト、ネトレト、マンティーニ、サマス、ビレリ。両チームピッチに散りました。さあキックオフです。画面に向かって左から右へ攻めるのがバルセロナ、反対に右から左へ攻めるのがローマ。マークを振り切った、スルー、折り返す、シュート、トスに当たった、大きくクリアしました。ミナイロビッチ、マンティーニ、サマス、カット。5分経過、素早いパス回し、よし、抜いた、ババーリ、ベッキャン、コーナーキックを得ました。さあチャンス到来、シュート、キーパーファンブル、逆路に中へ放り込む、パンチング、あっとオフサイド、オフサイドトラップに、ロナルド、キラーパスになるのか、セルチェンコ、放り込んできた、シュート、危なかった、マンティーニ、サマス、スルー、よくしのいだ、セルチェンコ、ヘッドで落として走り込んできた、チュトル、セルチェンコ、ドリブル突破、センタリング、もう一度見てみましょう。ケニー・アンテソン、一旦戻す、ミナイロビッチ、ケニー・アンテソン、さあチャンスだ、ネトレト、短くつないでいる、ジダム、ロナルド、スローイン、ミナイロビッチ、ファバーリ、これはファールでしょう。シュート、ゴル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 、さあもう一度見てみましょう。こぼれ球を押し込んだ、ロナルド、シュート、前半30分に過ぎました。パスを回す、スペースを使い、中へ上げた、
交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。エクセレントゴール。さあもう一度見てみましょう。ヘルチェンコ、マイナス方向へのパス、アオメイダ、ドリブル突破、ロナルド、コーナーキックです。お、これは解釈の違いなんでしょうか。あれは見えてるところが違うんでしょうね。さあチャンスコーナー、空中戦、さあもう一度見てみましょう。スタート、パスをつないで様子を伺います。カット、つながりません。ドリブル突破、折り返す、頭で合わせた、マウケジャール、ロナルド、ヘルチェンコ、サマス、シュート、さあもう一度見てみましょう。切れまくってます。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来、決まった、ゴール、リバブルゴール。リバルド、出た、マンティーニ。おっと、前半終了の笛です。声援は一旦小康状態になりましたが、ここ放送席でも、さあ後半戦のキックオフです。アオメイン、インターセプト、よし、カウンターアタック、ロナルド、キーパー、キーパー、これはコーナーキック、これは拍子抜けするようなプレー、ハイボールを競り合う、セリオコンメイト、サマス、キラーパスになるのか、細かくつないで放り込んできた、後半5分経過しました。ネスティ、スペースができている、合わせた、スローインです。これから反撃だ、ジダム、シェルチェンコ、守り切った、ジダム、これはピンチ、フリーキックを得ました。ベッカム、キーパーが壁に、空中戦、ボルシッチ、フィニッシュまで持っていけません。スルー、ボット奪った、ジダム、ゴル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 。さあもう一度見てみましょう。ジダム、戻して、さあどう攻めるのか、ドリブル突破、素早いパス回し、
ネトネト大きく前方にクリア。マンティーニ、おっと奪った、大きくクリアしました。高く上げた、ハイボールを競り合う、ふわっと上げる、セリオコンメイト、よくしのいだ。おっと倒された、これはちょっと危険なプレーでした。ペナルティーキックを得ました。声援を受けています。頭で合わせた、ワンツースタン、ネトネト、カット、スルー、メスティ、これは危ない、ネトネト、ドリブル突破、マンティーニ、ボルシッチ、スタン、これから反撃だ、出た、おっと奪った、おっと反応できませんでした。これはコーナーキック、直接狙ってくるのか、これはゴールキック、サマス、カット、よし、カウンターアタック、シュート、これはゴールキック、届かない、短くつないでいる、マンティーニ、スタン、時間がなくなってきました。ボルシッチ、ジダン、ゴールキック、綾野さん、惜しいシュートでしたね。今のは決めてほしかったですね。ゴールキックになりました。セリオコンメイト、キラーパスになるのか、シュート、ゴール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 、得点は7対2、バルセロナ大きくリードしています。さあもう一度見てみましょう。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。バルセロナ圧勝です。そろそろお別れの時間。